メディアの皆様、お集まりいただきましてありがとうございます。また いつも動画をご視聴の皆様、ありがとうございます。先ほど那須塩原市の職域接種に関する共同記者会見を行いました。ブリヂストンさん、国際医療福祉大学病院さん、そして那須塩原市の観光関係の皆さん、建設業の3団体の皆さん、市内の保育園、幼稚園、こども園のそれぞれの会の皆様に集まっていただきました。那須塩原市では、個別接種、集団接種、それから職域接種、職域接種は今回の共同記者会見の団体様だけで2万人が対象となります。さまざまな接種体制で9月末までに完了を目指していきたいと考えております。ファイザー製ワクチンの対象年齢が12歳までに引き下げられました。この12歳から16歳未満については、今全国でさまざまな議論があります。そうしたことを受けまして、那須塩原市では小学校6年から中学校3年生の保護者の方を対象に、ワクチンアンケートを25日、明日から行う予定であります。今後の子どもたちのワクチン接種の体制について、ぜひとも保護者の皆様からのご意見をいただきたいと思っております。ご協力のほどよろしくお願いします。また私事のことになりますが、先日、市政執行上の危機管理といった観点から、ワクチンの接種を行いましたので、合わせてご報告をさせていただきます。詳しくはこの後になりますが、市民の皆様が、希望される市民の皆様が、いち早くワクチンが接種できるよう、加速化を進めてまいります。さて、去る5月30日、塩原温泉を舞台に、那須塩原市では2回目となる温泉ガストロノミーウォーキングを行いました。東京などではですね、当時緊急事態宣言下でなかなかアルコールが飲めなかったり、それから飲食ができないといった状況の中で、那須塩原市では新緑の美しい自然の中、地域の名産品、おいしいチーズフォンデュであったり、お酒を飲んで歩けるということで、改めて地方は非常事態に強いなというのを感じました。多くの方にですね、那須塩原市知っていただきたかったんですけども、今回は東京などの県外のお客様に関しては残念ながらお断りをさせていただきました。次回は西那須の地区で行う予定ですので、ぜひとも多くの方にご参加いただければなと思っております。6月9日には大変嬉しいニュースがありました。那須塩原市まちづくり大使でもあります車いすテニスの真田隆選手が東京2020パラリンピックに出場内定となりました。すでに2012年ロンドン大会、2016年リオデジャネイロ大会に続き3回目となります。ご活躍をお祈り申し上げます。それでは本日の発表に移ります。那須塩原市では早期にワクチン接種を希望される方、9月末までを完了を目指して加速化を進めてまいります。新型コロナウイルスワクチン接種一般接種の実施についてであります。64歳以下のワクチン接種を7月23日から接種開始をいたします。これまで2回 LINE を用いた市民の方々へのアンケートを行ってまいりました。特に直近の6月9日からのアンケート、64歳以下の方対象と行いましたが、なんとワクチン接種を希望される答えた方が9割になりました。未定と答えた方は 1割にも満たないという結果になりました。これは最初に行った LINE アンケートでは64歳以下は
未定と答えた方が 32.95% でありましたので、驚くべき変化だと思います。前回は1割に満たないということ、そして若い方、64歳以下でも特に若い10代20代では、最初のアンケートでは 48.2% の方が未定と答えておりましたが、先日のアンケートではなんと 7.6% ということで、 40.7% の方がもう態度を決めたということになっております。65歳以上の方のワクチン接種の、その影響が大きな世代、いろんな世代に与えているということがこの結果からも分かります。そうした中ですね、那須塩原市としても若い方もワクチン接種を、される希望される方が増えているということを踏まえまして、先ほどもお紹介をしましたが、職域接種、まずは職域接種の推進を進めておるところでございますが、23日から一般接種も開始していきます。接種券、7月8日木曜日から順次接種券を配ります、発送します。予約の集中を防ぐために、予約は基礎疾患の方、高齢者施設等に従事の方、64歳から55歳のまでの方というように、受付対象を区切って予約の受付をしていきます。予約の方法は、インターネットと電話を併用して受け付けますが、前回と同じく電話ではなかなか回線上の問題もあり、つながりにくくなっております。ぜひともインターネットでの予約をお願いします。会場は集団接種会場、2会場を設けておりますが、1会場は23日から実施します。個別接種は現在調整中でありますが、7月下旬以降、協力が得られた医療機関から随時受付を開始します。なお今防衛省などで行っている、東京にあります自衛隊の大規模接種センターや、栃木県で行っている、宇都宮にありますが、栃木ワクチン接種センターで接種を希望される方は個別に接種券を発券しております。報道ではですね、栃木県の方の接種会場、64歳以下の方はですね、おそらく市が接種券を発送してからでも間に合うとは思っておりますが、より早く受けたい方はぜひとも個別での発券もご検討いただければなと思っております。本市ではこのように集団接種、個別接種、職域接種、そして市外での接種を合わせまして、早期にワクチン接種を希望される方、つまり、アンケートの中にもですね、接種を受けたいと答えていても、例えば年内までに、あるいは様子を見て打ちたい方、そして12歳から16歳までの方に関しては議論があります。そうした方を除いた、早くワクチンを打ちたいということに関しては、9月末までをめどに、今、全力で体制を整えております。次に、括弧に東京2020オリンピックオーストリア共和国トライアスロンチームの事前キャンプについてであります。オリンピック開催予定日まで残り1ヶ月を切りました。本市では友好姉妹都市として関係の深いオーストリア共和国オリンピック委員会から市内での事前キャンプの申し出を受け、トライアスロンチームの事前キャンプを行います。国が示すガイドラインに基づいて、新型コロナウイルス感染症に関する適切な対応を行い、男子選手3名、女子選手3名、コーチ、スタッフ3名、合計9人の選手団を受け入れる予定です。選手と関係者の方、自国内ですでにワクチン接種後に入国をしていただくということでありますし、栃木県の主導でPCR 検査、これは毎日行うということ、それから簡易抗原検査、そうしたものを組み合わせてですね、体調管理を行っていただくということでございます。事前キャンプ期間中、選手団の皆様にはですね、制限の
行動の制限を徹底的に行っていただきましてですね、しっかり安全対策を行った上での事前キャンプでございます。市民の皆様にもご安心いただいてですね、この事前キャンプしっかり行えるようにしていきたいと考えております。括弧3、令和3年成人交流会の開催につきましてです。今年1月に実施した成人記念行事は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、新成人の皆様が集まる交流会の開催をやむなく延期をいたしました。その際、記念品の贈呈、祝賀動画の配信を行いましたが、参加対象である新成人の皆様から交流する機会を設けてほしいというご意見を多くいただきました。参加対象者の皆様からいただいたご意見を参考に、市ではこれまで安全に安心して参加できる成人交流会の開催を模索してまいりました。その結果、参加者の皆さんが安心して参加できるよう、感染症防止対策を徹底し、出身中学校ごとに時間帯を分けまして、各中学校の実行委員が作成したスライドショーの上映や、参加者同士が自由に記念撮影できるスペースを設置した令和3年成人交流会を開催することとしました。限られた時間にはなりますが、楽しく有意義な時間を過ごしていただければと思います。最後に括弧4、熊久保持田水利組合ため池および湯宮ため池のハザードマップ公表についてです。平成30年7月豪雨の際、防災重点ため池でない小規模なため池で甚大な被害が発生したことに伴い、都道府県により防災重点ため池が再選定されました。再選定された防災重点ため池は、市町村などがハザードマップを作成し公表し、避難にかかる判断に必要な情報を地域住民に提供できるよう対策を進めていくことになっています。この度、昨年12月に公表しました戸田調整池、赤田調整池に続き、寺子にある熊久保持田水利組合ため池、湯宮にある湯宮ため池のハザードマップが完成をしました。今回の公表で、市内の防災重点ため池はすべてハザードマップを作成し公表したことになりますが、引き続き市のホームページや市役所等に設置するなど方法によりまして、市民の皆様に周知をしてまいります。私からの発表は以上となります。